今週は1月18日から24日までの話題を6つお届けします。まずはこちら。1月24日にアクロス荒川で行われた聴覚言語障害者向け緊急通報システムネット119説明会の模様をお伝えします。この説明会は聴覚や言語に障害がある方に向けて東京消防庁が実施している緊急通報システムについて知ってもらおうと荒川区聴覚障害者協会の主催で開催されました。説明会では荒川消防署の職員からファックスによる119番通報と携帯電話やスマートフォンから通報できるネット119について説明がありました。ファックス通報は専用の通報カードに火事や救急などの内容と住所、氏名、状況などを記入し送信するシステムです。事前に名前や住所などを登録する必要はなく誰でも利用することができます。ネット119は聴覚や言語に障害のある方が事前に登録した携帯電話やスマートフォンから素早く119番通報できるシステムです。説明会では登録のやり方を教わりチャット形式での通報を体験、いざという時に困らないよう使い方を熱心に勉強していました。声での通報が難しい方というのは常に不安を抱えてらっしゃると思うんですが、事前に自分のご自宅の住所とかよく行かれる住所というのを登録しておくことによって音声に頼らずにネット上でチャット形式で119番が通報できるシステムです。とても有効ですので事前の登録をしていただいていざという時に使えるようにしていただければなというふうに思います。荒川区聴覚障害者協会ではこうした勉強会や交流会を定期的に開催し、一人暮らしや高齢者の情報共有と交流の機会を設けていくということです。続いてはこちら、3つの話題をまとめてお伝えします。1月18日サンパール荒川で禁煙講演会、喫煙者だった医者が教えるちょっと頑張る禁煙術が開かれました。この講座は喫煙する方だけでなく身近に喫煙者がいる方や関心のある方を対象に開催されました。講師は産業医科大学教授の大和博さんです。専門家ならではの最新のデータを交えながら7回の禁煙に失敗して8回目で成功した自身の経験からちょっと頑張って禁煙する方法を語りました。なおこの講座の模様は3月16日から放送の荒川情報スクエアでお伝えする予定です。1月19日、都立産業技術高等専門学校荒川キャンパスで中学生ロボットコンテスト3期高専大会が開かれました。このコンテストはロボットの制作を通して中学生にものづくりの楽しさを感じてもらおうと毎年開催されています。4月まで4つの大会が開かれるロボットコンテスト、今回は荒川区北区から23人の中学生が参加し、12月下旬から6チームに分かれロボットの制作を行ってきました。試合は高専のロボット研究会のチームも参加する総当たり戦を行い、その成績に合わせたトーナメントに進みます。競技内容は赤チーム、青チームに分かれ、それぞれの陣地内にあるゴールにマイボールを入れていくもの、
また敵のボールは受け渡しエリアに押し込み、時間内の作業進度で勝敗が決まります。機械トラブルに苦しむ場面も多くありましたが、各チームともロボットの特徴を生かし、さまざまな手法でボールをさばいていきます。今回の三技高専大会は、操縦からナビゲートまでチームの団結力を発揮した荒川区の南二中パソコン部推薦4人組が優勝を勝ち取りました。今は嬉しい気持ちでいっぱいです。ボールの位置を見て、一番良い行動を取れるように考えました。次もしっかり勝てるようにもっと作戦とか考えて頑張りたいです。1月19日ムーブ町屋でオグ消防団はじめ式が行われました。オグ消防団は6分団168人で構成され、我が町を我が手で守るを合言葉に、日々災害活動や防火防災に取り組んでいます。現在、首都直下地震が危惧されている状況下、さらなる防火防災意識の向上及び地域防災行動力の向上が緊急の課題であり、団員諸君が一致団結し、地域の防災リーダーとして安全安心な町の実現を目指し、今後とも小布消防署とともに各種訓練に励み、地域の皆様の信頼と負託に応え努力していくことが期待します。この日は訓練活動において優秀な成績を収めた団員に贈られる消防総監賞や荒川区長賞などの表彰が行われました。また新入団員の紹介も行われ、参加した団員の皆さんは小布地域の安全と安心を守ろうと決意を新たにしていました。禁煙講演会、中学生ロボットコンテスト三技高専大会、小布消防団はじめ式をお送りしました。続いてはこちら、2つの話題をまとめてお伝えします。1月21日サンパール荒川で荒川区環境区民大賞表彰式が行われました。環境に優れた取り組みを実践している区民や事業者団体などを表彰する荒川区環境区民大賞表彰式、今年も町エコ部門や子どもエコ部門、おうちエコ部門、美化部門、エコポスター部門の5部門で大賞を受賞した個人・団体に表彰状が手渡されました。町エコ部門で大賞に選ばれたのは手作りおもちゃの会です。牛乳パックなどを活用した手作りおもちゃを通じて子育て世代に 3R の大切さを伝えていること、そして積極的に活動を行っていることが高く評価されました。理科部門では荒川6丁目南町会の白石正俊さんが大賞を受賞。白石さんは昭和53年頃からほぼ毎日地域の防災広場で清掃美化活動を行っています。受賞した皆さんは今後の活動に対して気持ちを新たにしていました。1月24日サンパール荒川で映画東京オリンピックの無料上映会が開かれました。このイベントは東京2020公認プログラムの一つで、開催まであと半年となったオリンピック・パラリンピックの機運をさらに高めようと行われたものです。この作品は1965年公開で、市川崑さんを総監督に制作されたドキュメンタリー映画です。
参加した皆さんはおよそ半年後に迫ったオリンピック・パラリンピックに期待を膨らませていました。今週は6つの話題をお伝えしました。以上、ウィークリーニュースでした。